バルバラヤニエロンカは、ザクセン公、ゲオルクの日。ドイツ語名は、バルバラフォンポーレン。ポーランド王、リトアニア大公カジミエシュ4世と、その日で、アルブレヒト系ハプスブルク家出身のローマ王、アルブレヒト2世の娘であるエリーザベトの間の、第12子、6女として生まれた。先例名は、母方の日、ババである神聖ローマ皇后バルバラ、チェリスカにちなむ。 1496年11月21日、ザクセンコ・ゲオルクと結婚した。二人の結婚式は極めて盛大なもので、ドイツ、ポーランド両国から6286人の貴族が招待客として招かれたという。この結婚はドイツとポーランドの国際関係に影響を与えるものであった。 特にヤギエオケにとって、バルバラの結婚は競合関係にあるレオボルト系、ハプスブルク系の重要な対抗策の一つだった。バルバラと夫ゲオルクは非常に仲の良い夫婦だったようで、バルバラが遠征中の夫に送った手紙などからも、そのことが伺える。バルバラが1534年に亡くなると、ゲオルクは妻の死を深く悲しみ、妻のもに服して髭を剃らなかったため、 ヒゲコウのあだ名がついた。夫ゲオルクとの間に10人の子女を設けた。ありがとうございます。